第1日はい、ゴーツガーデンオンライン2 1日目予選最終組み合わせ、はい、1P マゴフェノ、 2P 梅原龍。まずは静かな立ち上がり、まあ、当然龍は下がって波動で牽制ゲージを貯めつつして、マゴは端へ追い詰めて劣化圏差し込み狙っていきたいが、まあ、上り竜巻があるのであまり詰めすぎないという感じなんでしょうかね。そうですね、逃がしてしまいますからね、はい、さあまだまだお互いファーストヒットありません。すごいなこの緊張感何なんでしょう。ただ波動とセビやってるだけなんですけどね。そうまさに、ね、うわ一触即発、すごい。ここで削りが入って、おほほほさあ削り返す、あとこれファーストヒットは梅原、シュガーシャドウ、試合が動き始めたか。おほほ差し返します。さあこれで位置入れ替える、体力は約半分失った孫、そしてゲージも2ゲージ、梅原灼熱使ってくる。さあ前を詰め始める孫、ネックはおっと中足振っていた、めくり通ってレースないでアントビー、中足昇竜拳でまず1ラウンド先取は梅原。そしていつものように下がっていくが、さあ合わせていったが目押しミスる、やはり難しい一グレ目押し。おっと中足立つわけは入らないが、これは画面端から逃げるために出したか、抜けてくる、いやー難しい、あのつなぎがね、できればだいぶプレッシャーが変わってくるんですが、飛びは通さない、セリに当てて、うーん上見ている、はい、画面柱が、うん、ちょうどいいところに灼熱置いてある、逃げる、いやーこれ追えない、うわさあしばし波動を読んでレック出したんですが竜巻でした。さあ後がない、この波動の打ち方、まず見立てで梅原龍が、まあ、ランダムだったのか、しかしでもこれランダムだとしたら、はい、持ってる、ほら持ってる、さあ画面端背負う、中足波動波動波動、この地上戦、さあ劣化差し込んで投げグラップ、シャークネス食らってしまう、さあじりじりと抜けてつなげた、さあ孫が乗ってきたがしゃがみ中パン、しかしジャック劣化圏暴れている、もう繋いでくる、さあ体力リードは孫だが、ここで梅原が攻めてくる、怖い怖い、上見ている、さあちょっと残る、これは怖いぞ、ゲージがある、熱で終わる体力になってきた、さあどうする、残り28秒、いやー灼熱が見えていたが大胆に行きましたね、劣化が先、孫がこちらの選手だったか、さあ EX 勝利、そして支援で返す、ゲージを使ってくる梅原、おほほ勝利で返す、差し込んでアントビから、おっとこの暴れジャックからの劣化圏がかなり機能しただ、回裏回ってタクワシジャック勝利で返してきて、さあインセックの隙に反撃決めて灼熱波動
このプレッシャー、しかしじりじりと追い詰めて足を追い詰める。やっと支援、空振り。おっとまだある。さあ目原もミスって、おっとっとっと、今のは、いやー何かパンチが見えたんで、レッグなのか劣化なのか、あさあちょっともったいない、ちょっと斜め上まで入っちゃったかなですね。さあハローケン、抜けてくるがこれは当たらない。飛び込み通る、ジャンプ台から劣化拳、白昇龍整備ないのに強く振ってきます。通してつなぐ、よしつなぐ。おっと何か抜けようとした、支援が一瞬見えた。さあ飛びが通ってしまった。おっといや支援出なかった、しかし姿勢が低くて助かった。体力リード目原、下がる下がる、ゲージを溜めながら下がる。灼熱打ってさあ逃げる、こうなると厳しいカフェイロンだがまだ上がらない。下がる下がる、しかしそう見えてステップ中足に入れてきます。この地上戦制するか、いやーあった支援、今のは空振る、相当勝負に行きましたよねですね。さあ孫を追い